近いうちにヘルナンデスとドジャースが再び手を組むことになるでしょう。多くの専門家はドジャースがテオスカートの契約を進めると予測しており、問題は契約の時期とその金額です。FA 市場が活発化する中、フリードマン球団社長はテオスカートの契約交渉に関する重要な情報を明かしました。また、ドジャースが保安外に6億ドルのオファーを送ったという噂について質問された際、 フリードマン氏は、それを事実だと認めました。はい、私たちは、保安外と、代理人、スコット・ボラスに、このオファーを提示しましたと、彼は明言しました。このオファーは、外の才能と、その貢献への敬意を示すものであると説明されました。フリードマン氏によれば、この金額は、市場での外の価値を慎重に計算し、他のチームのオファーを考慮した結果です。ただし、彼は高額オファーが必ずしも、 外獲得を保証するわけではないと強調しました。我々の戦略は観察と調査を優先することですと彼は述べました。他のチームも積極的に資金を投入しており、この競争を非常に面白くする一方で厳しいものにしています。テオスカーとの再契約計画について尋ねられると、フリードマン氏はファンの懸念を理解していると述べ、彼の価値を非常に高く評価していることを確認しました。 昨シーズン、テオスカーは安定した打撃能力と輝かしい活躍で、ドジャースの成功に大きく貢献しましたと彼は語りました。たった1年の契約ではありましたが、これまでで最も成功した契約の一つです。さらに、フリードマン氏は、ヘルナンデスがチームに前向きな雰囲気と結束力をもたらしたことに感銘を受けたと述べました。彼は卓越した技術を持つだけでなく、 チーム全体をまとめる、架け橋のような存在です。彼はまた、ヘルナンデスの野球への情熱と、真剣さにも感銘を受けており、それが彼をドジャースにとって、特別な存在にしていると付け加えました。テオスカーは、ドジャースへの加入後すぐに、驚くべき忠誠心を示しており、これが非常に評価されていますと、フリードマン氏は語りました。現在の遺跡市場が、非常に不透明であるため、ドジャースは慎重に状況を観察し、 最良の決定を下す方針をとっています。フリードマン氏は、遅れが時には良い結果をもたらすこともありますと述べ、すべての条件を十分に検討してから、契約交渉に進む意向を示しました。彼はまた、貢献度の高い選手を正当に評価し、その価値を尊重することを約束しました。チームの全員が、テオスカーを愛しており、私たちも、その期待を裏切りたくありませんと、彼は冗談を交えて語りました。 テオスカーとの契約交渉にあたり、フリードマン氏はすべての条件を十分に検討し、遺跡市場の変化を考慮する必要がありますと強調しました。ドジャースはテオスカーの実力を常に正当に評価し、敬意を持って扱いますと、彼は述べました。フリードマン氏は適切なタイミングで契約交渉を行い、彼の価値を正確に評価することを確約しました。現在、テオスカーとの契約について、 具体的な詳細は明らかにされていませんが、ドジャースが慎重に検討していることは確かです。契約延長が実現するのは、時間の問題であると考えられています。ロバース監督も、必要であれば、経営陣と話し合い、テオスカーをチームに止めることを提案しますと語りました。彼はまた、外の価格が高騰しており、彼を獲得することが、財政に大きな負担をかける可能性を指摘しました。 他の必要な契約に投資するためにも財政バランスを維持することが重要ですとロバーツ監督は述べました。ドジャースには外野ポジションの補強に対してより合理的な価格で良い選択肢がまだ残されています。ロバーツ監督の発言は FA 選手であるてオスカーを指していると見られています。MLB コムによればてオスカーは他球団から4年または5年契約のオファーに興味を示す可能性がありますが ロサンゼルスでプレーすることの価値を十分に理解しています。彼はドジャースでの期待をよく把握しており、彼の家族もロサンゼルスでの生活を非常に気に入っているそうです。テオスカー・ヘルナンデスはドジャースへの愛情を示し続けています。冬の休暇中、記者とのインタビューで彼はドジャースとの契約延長について率直に語りました。今は家族と時間を過ごしながら休息を取ることに集中しています。 契約に関する全ての問題は代理人に任せていますと彼は話しました。私にとって重要なのは快適さを感じながら次のキャリアの挑戦に備えることですと彼は付け加えました。テオスカーはドジャースに泊まりたいという強い意志を改めて強調しました。私はこのチームとファンを愛しており、ここでプレーし続けたいという気持ちに変わりはありませんと彼は述べました。 また、ドジャースが自分の価値を正当に評価し続けることを信じているとも語りました。私は焦らず、チームが最適な決定を下すと信じていますと、彼は強調しました。現在の契約には、2030年から2039年までの支払い延期条項が含まれ、競争税の計算上、現在の契約価値を約2040万ドルに削減しています。 さらに、シルバースラッガー賞ボーナスとして、100万ドルナショナルリーグ MVP 投票でトップ15入りした場合には、追加報酬が得られます。テオスカーは、この移籍期間中に、長期契約を結ぶ可能性が高いと予想されています。彼は現在、多くのフリーエージェントランキングで、上位に位置しており、ガイア手の中では、フアンソトとアンソニー・サンタンダーに次ぐ存在です。 彼の契約予測は3年間の契約に集中しており、金額はそれぞれ異なります。例えば、ファングラフスでは3年契約7200万ドル、ザ・アスレチックでは6900万ドル、ESPN では6600万ドル、MLB トレードルーマーズでは6000万ドルとされています。ドジャースは彼に1年間で2105万ドルのクオリファイングオファーを提示しましたが、 彼はこれを拒否して長期契約を模索すると見られています。もしヘルナンデスが他のチームと契約した場合、ドジャースは2025年 MLB ドラフトで4巡目の保証指名権を得ることになります。ドジャースは不安外にも関心を持ちながらヘルナンデスを引き止める意向を隠していません。2025年にムーキー・ベッツが内野でプレーする予定であるため外野に強力な選手を補強する必要があります。ヘルナ